こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーは新宿中村屋技あり仕込みビーフカリースパイシーリッチです。5月になりますか、同じく技あり仕込みシリーズの濃厚リッチっていうのを食べました。その時にも言ったんですけど、新宿中村屋さんのレトルトカレーは、まず味わいに外れなしということで、どうしても、期待してしまうものですから、評価の方が厳しめになります。そのあたりは皆さんご存知の通り、美味しいカレーを食べる前提ということで、ご了承願いたいと思います。で、今日のカレーはスパイシーリッチということで、芳醇で香ばしいとなっています。早速一体どんな味なのか食べてみたいと思います。新宿中村屋技あり仕込みビーフカリースパイシーリッチです。表面がとても滑らかな欧風カレーです。いい香りが漂ってきます。ではいただきます。商品名にスパイシーリッチとついてるのがよくわかる味わいです。まさにスパイシーで、数種類のスパイスが何かこう絡み合うような複雑な味わいがします。辛みはもちろんなんですけど、酸味とそして苦味がミックスされているようなそんな味わいです。ビーフカレーという名のつくカレーなんですけど、ビーフはとても小さいですね。ごちそうさまでした。普通に美味しかったです。普通にという言い方をしたのも、大きな欠点がないというか、具材のビーフが、存在感がなかったことは残念だったんですけど、カレーソースについてはまさに芳醇な味わいで、とても満足しています。こう突出した部分はないんですけど、やはりさすが新宿中村屋さんのビーフカレーだなという食べ終えてそんな感想を持ちました。それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さよなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。
ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。